今回のテーマは MLM ビジネスその1回目です。はい、こんにちは、ハチノです。この動画ではネットビジネスについて簡単に、そしてポイントとなるところについてはちょっとだけ詳しく解説していきます。ネットビジネスとはインターネットとパソコン、スマホがあればできるビジネスのことを言います。その中でも今回はいわゆるネットビジネスとして連想するものですね。こちらになると思うんですけれども、アフィリエイト、転売、情報詳細販売、YouTube、クラウドソーシング、ポイントサイト、電子書籍、MLM ビジネス。これらについて一つずつですね、解説していきます。今回は一番下の MLM ビジネス、こちらについて解説していきます。でちょっとね、動画が長くなってしまったので2回に分けて、動画の方をお届けしたいと思います。で、1回目ですね、1回目の今日はネットビジネスとネットワークビジネス、ね、これは何っていうのと、あと MLM ビジネス、ね、これについて解説していきます。はい、それではね、早速始めていきます。はい、で MLM ビジネスって何だろうということなんですけど、まあ、MLM ビジネスね、ネットワークビジネスのことを言います。じゃあ、ネットワークビジネスって何っていうことなんですけれども、まずですね、ネットビジネスとネットワークビジネス、これが、別物であるっていうことをね、まずは理解していただきたいと思います。はい。でね、ネットビジネスとネットワークビジネスは違いますということで、ネットビジネスはインターネットビジネス。このインターっていうところがね、省略されてネットビジネスって言ってますけども、正しくはね、インターネットビジネスのことを言います。はい。で、ネットワークビジネスってじゃあ何っていうと、ネットワークマーケティングビジネス。ね。これを、まあ、マーケティングっていうのを省略して、まあ、ネットワークビジネスというので、ネットビジネスって言ったときと、ネットワークビジネスと言ったときで、意味が違ってきますので、ここね、しっかりどっちもね、ネットってついてるんで、ビジネスってついてるんで、混乱しがちなんですけれども、別物です。はい。ただですね、別物なんですけれども、ネットワークビジネスっていうのは、ネットビジネスの中の、まあ、ジャンルの一つになります。はい。ね、絵で言うとこんな感じですね。こうネットビジネス、黄色いのがね、ネットビジネスかってありまして、まあ、その中には転売とか YouTube とかアフィリエイトとかあるんですけど、その一つのジャンルとして、まあ、ネットワークビジネスがありますよということになります。だから一つのね、インターネットを使ったそのビジネスのやり方として、まあ、ネットワークビジネスというものがありますというふうに捉えてください。はい。でね、ネットワークビジネスなんですけれども、別の名前で言うと、マルチレベルマーケティングビジネス。ね、こういう言い方をします。で、マルチレベルマーケティングのね、英語で MLM っていうのを略してね、MLM ビジネスというふうに言います。なので、ね、これ全部一緒です。ネットワークマーケティングビジネスも、マルチレベルマーケティングビジネスも、MLM ビジネスも全部同じことです。はい。で、ここからね、ネットワークビジネスについて解説していきますけれども、ね、MLM、ね、これはマルチレベルマーケティングの頭文字を取ったものですと。はい、で、一方でですね、M、マルチっていうことはマルチじゃないもの、要はシングルっていうものもありますと。シングルレベルマーケティング、ね、こういうマーケティングもありますと。はい、で、じゃあ、シングルレベルマーケティング何のことかっていうと、まあ、要はね、口コミですよ。口コミで、口コミしたその紹介者の方に報酬が支払われる仕組みっていうのがシングルレベルマーケティングになります。で、一番分かりやすいのはね、この美容室なんかね、皆さん多分美容室行ったことあると思うんですけど、美容室行くとよくですね、お店の方からね、今度お友達紹介してくださいみたいな感じで、こうお友達紹介カードみたいなものをもらったりすると思うんですよ。で、それで、そのカードをもらったお友達がね、その美容室に来店すると、紹介したあなたが、まあ、次回半額ですよとかね、無料券とか、何円引きとか、まあ、そういったものがね、もらえると思うんですけども、それがね、いわゆる報酬に当たるところです。ね、でお友達紹介してくれた報酬として、
半額券がもらえますと。でこういうのがね、シングルレベルマーケティングになります。はい。で、マルチレベルマーケティングですけれども、こちらはですね、まあ、口コミ、ね、紹介者に、報酬が入りますけれども、シングルレベルマーケティングと違うのは、紹介者とその最初の紹介者ですねにも報酬が支払われるという仕組みになっています。例えばですね、まず A さんっていうのがいて、B さんを紹介しましたと。すると、A さんにその B さんのね、紹介報酬として A さんに報酬が支払われますと。で今度はですね、 B さんが C さんを紹介しますと、ね、A さんが紹介した商品を B さんが同じように C さんに紹介しますと言うと、今度は C さんから B さんに対して報酬が支払われるのと同時にですね、 A さんにも、ね、何パーセントかの報酬が支払われるという仕組みですね。これがそのマルチレベルだから、シングルっていうのはこの1段なんですよね。 A さんから B さん、 B さんから C さんっていう1段しか払われないんですけど、マルチっていうのはそのね、もともと B さんに紹介した A さんにもその C さんの分が支払われるというのがマルチレベルマーケティングになりますね。だから報酬が多段階になっているということで、マルチレベルということになります。はい。でね、別の名前で言うとね、マルチ商法とかねいう言い方をしたりします。でこのマルチレベルマーケティング、もしくはねシングルレベルマーケティングなんですけども、これ何のためにじゃあやってんのっていうと、まずね、一つはですね、やっぱりその宣伝広告費を、まあ、紹介報酬にすることで、こう口コミによって広げるということを狙っています。でね、宣伝広告費って結構バカにならなくて、業種によっても違うんですけども、例えばメルカリとかってもね、利益の半分以上今宣伝広告費に使ってますよね。だからそれだけやっぱり知名度とかね、すごくその、まあ、広告費にかけるお金ってかなりのその莫大なお金をね、企業によってはかけるので、だったらそれをテレビとかね、そういうメディアにね、支払うんじゃなくて、その電通とかね、そういうところに払うんじゃなくて、紹介、口コミで紹介してくれた紹介者にその報酬として支払おうというマーケティング手法になります。だからそういうテレビとかでバーンってこうね、なんていうんですかね、興味ある人もない人も関係なくね、お金を払って広告をかけるわけじゃないですか。でも興味ない人にとったら単なる、なんていうんですかね、本当にね、まあ、時間の無駄でしかないですけど、その興味がある人、じゃあ興味がある人ってどういう人かっていうと、やっぱ友達の話の中からこうね、それって何みたいな時に口コミとして紹介してもらうと、結構やっぱり興味があるので、制約につながりやすい、売り上げにつながりやすいということで、そういう売り上げに貢献してくれた方に報酬として支払うための仕組みが、マルチレベルマーケティング、シングルレベルマーケティングということになります。はい。なのでね、マーケティングっていう、ね、名前がついている通り、マーケティング手法の一つですよということをまずは覚えてください。はい。でですね、言葉の意味をね、正しく理解して、おきましょうということで、まずですね、ネットワークビジネス。ね、ネットワークビジネス、まあ、こういうね、先ほども絵に示しましたけれども、こんな感じで、まあ、ピラミッド型の構造になっていくのがネットワークビジネスですと。で、まあ、MLM ビジネスと言ったり、まあ、マルチ方法と言ったりしますけど、これ全部ね、同じことを指してます。はい。で一方でね、こういう言葉も聞いたことはあると思います。ネズミ講っていうね。で、これをね、やっぱりこう、一緒にしてしまう人、一緒に考えてる方も結構多いと思います。私もね、詳しく調べるまでは同じだと思ってました。ただね、やっぱり調べてみると全然違うものだっていうものが分かりました。じゃあ何が違うっていうと、MLM ビジネス
とかね、マルチ商法っていうのは、これはね、合法です。ちゃんと法律的に認められる、取引方法ですと。で、ネズミ講は違法ですと。ね、法律上禁止されている、手法になります。なので、これはね、もうこの仕組み自体が違法なので、まあね、こういう仕組みで、ビジネスをしている人は、逮捕されちゃいますということになります。一方で、MLM ビジネス、ね、は合法なので、これでビジネスをやっている限りは捕まったりすることはありません。ね、まあ、具体的にね、もう本当に会社名出して言わせてもらうと、アムウェイとかね、まあ、そういった企業ですね。そういった企業は合法だから、日本でもね、普通に営業してますよね。はい。という感じでね、ここのね、言葉の意味をね、しっかり理解しましょうと。なんか、結構ね、日本の方、ここごっちゃになってる方、かなり多いと思うんですけれども、仕組みが全然違いますので、まずはね、ここ、違うものですよっていうことを認識していただけたらと思います。はい。ということでね、ちょっと長くなりましたので、今日はここまでとさせていただいて、またね、続きは明日、配信しますので、そちらをご覧ください。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。このチャンネルでは、お得な情報や役に立つ情報をお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご質問やリクエストがあれば、LINE アットからお願いします。